はい、どうも、こんばんは。あのね、今回はね、UFO キャッチャー、世界一の UFO キャッチャーっていう、埼玉県の行田市っていうところにあるんですけど、そこに行ってきて、まあ、ヒカキンとか PDS とかもよく行ってるゲームセンターなんですけどね、世界一 UFO キャッチャーの台数が多いゲームセンターなんですよ。そこに行って、取ってきた景品を紹介していきたいと思います。それがね、こちらです。てれーん、見えるかな？キリミちゃんのミニテーブルー。まだね、形はわかんないんですけど、結構取るのはね、なんかね、こう幅がね、難しくて、こう掴む幅が、こう、ここに引っかかると取れないし、みたいな、ちょっと難しくて、まあ、500円ぐらいで取ったかな。結構買っちゃいましたけどね。まあ、500円ならまあいいか。これね、キリミちゃんとかまぼこちゃんかな、わかんない。まあ、キリミちゃんテーブル。ミニテーブルなんで、こういう机の上とかに置いて、なんか物を飾ったりするときに使えるかなと思って。はい、取ってきたんですよ。ということで開封していきたいと思います。もう開いてるんですよね、軽く開封。でってってって、お、箱っぽい。あ、なにこれ。あー、これはただのゴミね。いきます。でって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 、はい、ぽいぽい、出ました。てれーん。あ、この形になってんだね、ほら。あの、なんていうの？水槽じゃなくて、なんつうんだっけ、これ。金魚鉢？金魚鉢の形になってますね。キリミちゃんと、キリミちゃんってなんだ？このままいいかまぼこちゃんといて、裏はこうなってます。足をこう外すと、メイドインチャイナ、キリミちゃんって書いてありますね、ちゃんと。今、流行ってますからね。で、これをね、テーブルとして置くと、こんな感じ。見えるかな？ちょっと上からこう撮るね。ほら、わーい。いいね。ここに物を置いて、こうフィギュアとか置いて、鑑賞したりすることもできるし、テーブルのこの下の、このね、下の部分も使えるようになるから、テーブルに物をたくさん置けるんですよ。ここにこういうね、遊戯王のこういうのとか置いたりして。はい。ということでね、今回はね、UFO キャッチャー撮った、キリミちゃんの、ミニ、なんだっけ？ミニテーブルを紹介してきました。皆さんもね、景品で磨けたら撮ってみてください。ってことで、バイバイ。イエイ、キリミちゃん。